ラパゴス RPG。 今回はメイクアップと私たちが探索するフィールドについて紹介します。まずここが事務所にあるメイクアップ室です。メイクアップ室ではヘアスタイルとヘアカラー、目の色とかを変更することでイメージチェンジができちゃいます。メイクアップ以外にもメニューで衣装も変更できたりして、衣装やアクセサリーの種類はたくさんあるので好みに合わせて組み合わせてくださいね。見ないでください。もちろんお仕事をするときはメイクアップしてもらった格好のままです。一生懸命選んでもらった格好だと私たちもやる気が出るかな、なんて。あ、危ない。見てて、すぐにやっつけちゃうから。さて、どうしよっかな。すごいのいこう。にはいろんな能力があって、普通の人では通れない場所を移動したりとか、埋もれた貴重なアイテムを発見したりとか。どこ見ようとしてるんですか。以上です。メイクアップも探索も楽しんでもらえたら嬉しいです。プレイステーション4専用ソフト、オメガクインテッド。